最終節のベトナム戦ですが、我々は前節、ワールドカップの出場権を、掴み取りましたが、この最終戦も、勝って、ホームの、サポーターの皆さんに、喜んでいただくこと、そして、次の、ワールドカップでの、最終目標に向けて、勝利して、つなげていきたいというふうに思っています。はい、まず1点目の質問ですが、明日、チームとして、そして、選手に臨むことは、我々が、このアジア最終予選を、ホームで勝って、はい、おっしゃる通りです。昨日も選手たちが、リラックスしている、状態から、集中モードに入る、そういうところを皆さんに見ていただいたのかなというふうに思っています。普段も、オフでは、しっかり、リラックスしたところであったり、そうですね、いうところを持ちながらも、オンの状態に入ったときには、トレーニングや試合のときは、集中して、ハードワークする、戦う姿勢を見せるというところを選手たちはすごくメリハリを、持って普段からも、オン・ザ・フィールド、オフ・ザ・フィールドというふうに使い分けてくれています。昨日の練習も、ゲーム形式では、おっしゃられる通り、非常に高い強度で、選手たちはトレーニングしてくれているというところは、普段からも、コンディションが、整っているときは、できるだけ高い強度で、練習するというところは、選手たちにはやってもらってます。そうですね、戦術的な、コンセプトという部分のベースはチームとして、ありはなくてますが、出てる選手が違えば、やはり特徴が変わってくるという部分、その選手の特徴を生かすことであったり、っていう部分では多少戦い方が違ってくるという部分もあると思います。ベースはコンセプトのベースは同じでも出てる選手は違えばまた違った、オプションを持って、戦えるということ、また、明日の対戦相手のベトナムも、これまでのスカウトピング通りでいけば3バックで来るというところ、直近のオーストラリアとはまた違った、システムで、プレーしてくるので、そこは我々も、ベースは持ちながらも、いろんな対応力を持って、違う戦い方、オプションも見せないといけないかなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。船木さん、お願いします。そうですね、全体的な、チームの戦うコンセプトは、変わりはないと思いますので、その中で、ここの、特徴を、思い切って発揮してほしいなというふうに思っています。もう一点、昨日の練習の中でも、3バックからのそのロングボールだったりとか、相手の警戒する部分というのをいくつか示されていたと思います。改めて、そのベトナム代表の特徴であったりとか、警戒しなければいけない部分っていうのをどう考えているか教えてください。そうですね、ベトナムは、非常にチームとして、成熟しているチームかなというふうに思っています。戦い方も粘り強い守備から鋭いカウンター攻撃、素早い攻撃を仕掛けていますので、そこのところは注意したいなというふうに思いますし、相手が明日どういうモチベーションで試合に臨んでくるかということは分かりませんが、日本に対して挑んでくるという気持ちは間違いなく持ってくると思いますので、我々が相手の戦い方に受けることなく、我々自身が明日の試合、ホームで勝つんだということ、そして最終予選グループでトップをつかみ取るということ、そして先ほども言いましたが、高い基準を持って、高い目標を持って、我々が志を持って戦うという部分、相手の存在はありますが、結果も内容も自分たち次第だっていうところ、自分たちが、アグレッシブに仕掛けていけるように、戦いに臨みたいな、挑みたいなというふうに思っています。ありがとうございます。ミスター・Paulさん？ Hello? I have a question for Coach.Sorry, because I don't understand in Japanese. How do you think about the Vietnam team? They has only one win, and can, in your opinion, can they get any hurts for your team as a next match? Thank you, coach. All right, can you repeat the question again? The last part. Yeah. What do you think of the Vietnam team? How do you think about Vietnam team? And in his opinion.Can the Vietnamese team get any problem for his team next match? Thank you. ベトナム代表に対する印象およびベトナム代表が日本に与えられる脅威とは何かありますか？ベトナム代表の印象は非常に組織力が高く、粘り強く、守備をしながら鋭いカウンター攻撃を仕掛けていくという印象を持っています。チームとしても、パク・ハンソ監督以下、韓国人の、コーチングスタッフで非常に長期政権で、チーム作りをしてきていて、崩れることがないチームかなというふうに思っています。My impression of the Vietnamese team is that they work very hard as a team. They can defend well and also have a very good, quick counter-attacking football as well. And as I know that Mr. Park and his coaching staff.Has been in charge of the Vietnamese team for a long time now, so I know that they won't collapse easily.